グリーン軍はアメリカ合衆国ジョージア州の南東部大西洋岸に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は79,626人であり、2000年の67,568人から7.8%増加した。軍庁所在地はブランズウィック市であり、同軍で人口最大の都市でもある。グリーン軍は ブラントリー軍とマッキントッシュ軍にも広がるブランズウィック大都市圏に属している。グリーン軍は1777年2月5日に設立されたジョージア州最初の8軍の一つだった。軍名はイギリス庶民院議員であり、アメリカ独立の前にアメリカ植民地側を弁護したジョン・グリーンにちなんで名付けられた。ジェンキンスの耳の戦争の間に、 グリーン軍ではブラッティマーシュの戦いが起きた。ジェームス・オグル・ソープがフレデリカ・トリリを建設し、これが独立戦争の基地として使われた。グリーンアカデミーはジョージア州で2番目に古い学校である。軍内には観光地として著名なシー諸島があり、ゴール、デン・アイルズと呼ばれるジェキル島、セント・シモンズ島、シー島などがある。 ジョージア州出身の詩人シドニー・ラニアがその海岸をグリーンの湿地の中で次のように歌った。軍の名前が付けられた旧グリーン湖海軍航空基地は第二次世界大戦の時に南式飛行船と対潜水艦船の主要基地だった。現在、連邦警官訓練センターが基地のそこそこの部分を市キャンパスとして使用している。ブランズウィック市歴史地区。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は585.17平方マイルであり、このうち陸地422.37平方マイル、水域は162.80平方マイルで、水域率は27.82%である。週刊高速道路アメリカ国道ジョージア州道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 グリーングには、有害廃棄物と指定された17カ所、実際に汚染が進行中の企業6カ所、スーパーファンド適用となった場所4カ所がある。ブランズウィック市地域のすぐ外で、LCP 化学という施設を維持していた。ハンリングループは、1980年代半ばから閉鎖した1994年まで、タートル川の支流バービスクリークと周辺の 朝赤湿地に150トンの水銀を投棄したとして有罪とされた。この事件で二人の役員が懲役刑を宣告された。LCP 施設は閉鎖した1994年にスーパーファンド的用地と宣言され、アメリカ合衆国環境保護庁により精密な調査が行われた。生科学者はセントシモンズ島のアメリカ都機構に水銀中毒を発見した。 ここの海中から取られた魚、貝、カニ、エビや、鳥類にも有害金属が見つけられた。この調査で汚染源が LCP の工場であることを突き止め、野生生物資源に対する被害の程度を文書化した。その結果、絶滅危惧手法違反を犯人とその事務所に適用することになった。その他のスーパーファンド的用地は次の通りである2009年8月29日。 ジョージア州の歴史の中でも最悪の大量殺人事件が起きた。ニューホープ移動住宅駐車場のトレーラーの中で7人の遺体が見つかった。他に2人が重傷であり、そのうちの一人は病院で亡くなった。ガイハインズ・ジュニアが殺人容疑で起訴され、裁判が進行中である。軍内の公共教育はグリングーン軍教育学区が管轄している。ありがとうございます。